のすいませんお父様、すいません、はい、ちょっと聞いていいですか、はい、あの駅はどっち行ったらよろしいですか。駅ですか。駅だが、うん、駅はね、うん、ここまっすぐ行って、信号ありますよね。信号右なんです。あのすいません、はい、私東京初めてなもんで、あの右も左も分かりませんので、ご指導コメントよろしくお願いします。ですって何ですか。えです、え、あのね、お願いします。東京初めてなもんで、すいません、だから、ね、すいません、うん、こうまっすぐ行って、そこ信号ありますよね。で三丁目って書いてあるの。です、で三丁目って書いてあるの分かります。でそこをね、右に曲がると、すいません、私東京初めてなもんで、右も左も分かりませんので、ご指導をごめんなさい、よろしくお願いします。あ、右も左も分かりません。もしかして右と左が分かんないんですか。んだか、分かりません、すいません、よろしくお願いします、じゃあね、右はあのお箸持つ方。え、お箸持つ方、こっちが右ですか。そうそうそう、お箸を見つ、これが右、これが右でしょ。です、うるさい。で左があのね、お茶碗持つ方。お茶碗、これが左ですか。そうそうそう、右も左も分かりません。もううるさい、はい、まっすぐ行って信号を、信号をお箸、あ、信号右、あ、右がお箸、お箸ですか。こっちがお箸だから、信号がお箸です。で、商店街行ったら、こっちのお茶碗。え、だからもう商店街がやったらこっちだっての。商店街は、あの、お茶碗の方ですか。そう、え、それがね、駅があるから。ありがとうございます、はい、です、です、すいません。ちょっと、こっち危ないから。すいません、病院はどっちですか。病院はあっちで左だから、あの右も左も分かりませんので、すいません。